大雨の影響で興津川の取水口に土砂や流木などが流れ込み、静岡市清水区の6万3000戸で断水が続いており、市が復旧作業を急いでいます。こうした中、市は断水している地区のうち和田島地区を除くエリアを6つに分け、水道水が使用可能になる目安を発表しました。興津ブロックと巴川ブロックは29日から、伊原北部ブロックは30日から、美保ブロックと伊原系小規模排水池ブロックが来月1日から、富士見ヶ丘ブロックが来月2日からとなっています。市は明日から水道管に水を入れる作業をするため、蛇口を閉じ、使用可能の知らせが来るまでは蛇口を開けないよう呼びかけています。一方で、和田島地区のおよそ4000戸については、現時点で具体的な目安は出ていません。市は、明日も清水区内の小学校17校と、障害学習交流館など11カ所に給水拠点を設ける方針です。